365日毎日コーデ、今日もお送りしたいと思います。今日のテーマはですね、上下花柄コーデです。まず上ですが、花柄の水彩画っぽい柄の透けたシャツを着ています。こういう感じでちょっとこう透けた感じになってますね。はい、これはですね H&M で買ったシャツです。そして下は前ご紹介したザラのスカートになってます。これはですね、ちょっとバラっぽいこう白黒のお花がついた感じの柄です。で、まあ、上下花柄とかこう上下柄のコーデってちょっと難しいイメージあると思うんですけど、色を合わせると結構ヒールの部分が赤になってるので、この小物同士色が合ってて、ちょっと締まる感じがあるんじゃないかなと思います。でですね、アウターは今日は、こちらですね、この大人っぽい黒のコートを着たいと思います。これは東京ランプーンというセレクトショップのものです。このコート着ると結構大人っぽく最後まで仕上がりますね。まあ、あんまり決めすぎたくないなっていう時はあれですけど、ちょっとこうお出かけしたいなっていう時はこういう風に大人っぽく柄のコーデをしてみるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日のコーディネートは以上です。下にリンクを貼ってますが、 Google プラスのページもやってますので、ぜひフォローしてください。そしてまだチャンネル登録をされてない方も、ぜひぜひ下のボタンからチャンネル登録をお願いします。ということで、また明日もお会いしましょう。バイバーイ。